みんなの間に知を広めるバーチャル YouTuber の相田千尋です。今日はゲームセンターの新調とスト2ブームというタイトルでお話ししていきます。教科書をお持ちの方は上巻の49ページをご覧ください。今回のトピックは1990年前後にアーケードゲーム業界はどう発展したというものです。アーケードゲーム業界、つまりゲームセンターで遊ぶゲームの業界ですが、こちらですね、1970年代末にインベーダーブームに沸いてたくさんのお客さんが集まってきたわけなんですけれども、1980年代になるとこのインベーダーブームを収束して人気が徐々に低下していってしまいました。また日本では1985年に風俗営業法というのが施行され、これによって未成年者がゲームセンターに立ち入る際の時間帯制限が設けられるようになりました。さらに1980年代っていうのはファミコンが登場して、のファミコンブームで家庭用ゲーム機にですね、どんどんゲームのプレイヤーが流出していったわけです。そうですよね、ゲームセンターのゲームって1回遊ぶために100円入れなければいけませんから、一方で家庭用ゲーム機ファミコンであれば、まあ、一度買えばずっと遊べる、まあ、コスパという点で言えば家庭用ゲーム機の方がまあ安上がりだし、まあ、そういうわけでアーケードゲームっていうのは苦境に立たされていたわけです。いや、こうした状況を受け止めてアーケードゲーム業界はどういう風に変わっていったのか。一つは大掛かりなゲーム機を設置し、家庭用ゲーム機との差別化を図るというものでした。つまり大きな筐体が必要なゲームであれば、それは家では遊べませんから、まあ、ゲーセンに行って遊ぶ理由ができるわけです。具体的にはセガが発売したハングオンですとか UFO キャッチャー、UFO キャッチャーは今でも人気のクレーンゲームで、まさにゲームセンターならではのゲームですよね。あとこの時に出たハングオンっていうのはですね、バイク型の筐体にまたがって遊ぶ体感型ゲームで、まあこれも今の現在のゲームセンターでは定番の、例えばレーシングゲームとかでもそうですし、こういうでかいですね、ゲーム機を使って、体全身を使って遊ぶゲーム、こういうのがゲームセンターにどんどん出てくるようになりました。もう一つはストリートファイター2、これはカプコンが発売したゲームです。こちらが大変ヒットしたことによりアーケードゲーム業界は再び人気を集めていきました。ストリートファイター2は1991年から稼働した対戦格闘ゲームです。ちなみに2ってありますけど、実は1もあるんですよ。これ1は1987年から稼働してたんですけども、これはそこまでの人気ではなかった。やはり対戦格闘ゲームのブームを作ったのはこのストリートファイター2でした。で、このストリートファイター2は略してスト2と呼ばれるわけですけれども、このスト2ブームが起きたことによってゲームセンターに再び大勢の人が集まるようになったわけです。スト2は1992年にスーパーファミコン用ソフトとしても発売し、これも大ヒットしました。またこのスト2をはじめとするですね、対戦格闘ゲームっていうのが人気になって、この対戦格闘ゲームを使ったゲーム大会っていうのがゲームセンターで開催されるようになりました。これはですね、今で言うところの e スポーツですよね。こういうのが1990年代初めに出てきて、アーケードゲーム業界は再び発展をしていくわけですね。では今回の話をまとめます。1990年前後にアーケードゲーム業界はどう発展したか。大掛かりなゲーム機を設置して家庭用ゲーム機との差別化を図ったほか、ストリートファイター2をはじめとする対戦格闘ゲームが人気を集めました。今回の話はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。